ハードドライブは IT インフラストラクチャの物理的構成要素である。IT インフラストラクチャは IT サービスの基盤となる一連の情報技術の構成要素として広く定義される。通常は物理的構成要素のことを指すが様々なソフトウェアとネットワークの構成要素を指すこともある。IT ルファンデーションコースの用語集によると IT インフラストラクチャは IT サービスの開発、テスト、提供、監視、制御、またはサポートに必要な全てのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、設備など、IT インフラストラクチャという用語には、情報技術の構成要素が含まれる一方、関与する人、プロセス、文書は含まれない、と定義される。エンタープライズ IT インフラストラクチャは通常、エンタープライズ IT 環境の存在、 運用および管理に必要な構成要素を指す。IT インフラストラクチャは組織の内部、所有施設内、またはクラウドコンピューティングシステム内のいずれか、または組み合わせで展開される可能性がある。IT インフラストラクチャは企業全体の運用に必要な一連の物理デバイスとソフトウェアアプリケーションで構成される。ありがとうございます。